はい、短期決戦です。1月27日8時33分です。第1247回ロド6の予想をしていきたいと思います。ロド6、過去6回から傾向を見ると6回中3回が15、6回中2回が40、17、23、37、41、42で、ロド6過去2回とミニロトとロト7から傾向を見るとこれ混合4回なんで、4回中2回が10、15、31、37、4回中2回1回ボーナス数字が20で、過去6回から抽出した数字がこれ、混合4回から抽出した数字がこれで、それを合わせて全抽出数字がこれで、前回の連想展開、前回の数字を並び替えてその隣をオレンジ色で示したのがこれで、オレンジ色のところが出やすいんでこう分かりやすくしてある。で、前回と同じ数字で連続する数字を入れる、下一桁を同じにする、で前々回と同じ数字を入れる、で参考回、参考回は混合4回で全抽出数字で、それを緑色で判定させたのが2回以上出てる数字で、出てない数字がこれで、挟まれた数字がこの間の16とかさ、22、39で、気になる数字が8、18、38、28で、かぶっている数字っていうのがあるよね。かぶってる数字、混合4回でも過去6回でも、2回以上出てる数字っていうね、10、15、37、まあまあね、参考ね。さあ予想していきましょう。ちょっともう一回復習して、10は出やすいからね。あとボーナス数値、これロト6ってロト7から出るっけ、ミニロトとか。前回のロト6ロト7からも出るけど、前回の数字があれなんだよな、34、8、8あり得るよね。28ね、これでいいんじゃないの。8、8、28、18も使ってないからな。9だったんでしょ。ああ、分かった分かった。8、10、16、28、34、37、こんな感じじゃない。ああいいかもな。16にしたのはね、ちょっとね、8、12ってのは12ってなんかどっから出てくるんだこれ。13の方がいいかな。ああ、28に行くか。8、8、13。それで5、5、18、25、28、29、43。12、17、27、
18も使うか。18、22、28、39、こんな感じ、こんな感じ、あ、こんな感じ。あとはね、30、31、27、28、29、30、27、28、29、30、1も出てないからね。1も入れてみようか。1のくらい何かなっていうね。4か8か37か39、28、29、39、43、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、あとね、8から来てるやつで、8と28使ったやつで、これでいいかな。43使ってみたよ。8と28と43、これかな。
これ言っていいのか。25が欲しいな。25が欲しいな。8、25、28、31、37、43。これだ。OK。よし。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。